おはようございます。レイです。7月16日、火曜日の今日は、虹の日です。7と16で、七色と読む語呂合わせと、梅雨明けのこの時期には、空に大きな虹が出ることが多いことから、この日を人と人、人と自然などが、七色の虹のように結びつくようにしようと、デザイナーの山内康弘氏が制定。 先輩世代が後輩世代をサポートするふにとの意味合いもあり、音楽を中心としたイベントなども展開されます。そして次にご紹介する記念日ですけれども、駅弁記念日というのが今日制定されております。1885年のこの日に開業した日本鉄道の宇都宮駅で日本初の駅弁が発売された。 ただしこれより早く他の駅で駅弁が販売されていたとする主張もあります。宇都宮市で旅館業を営んでいた白木屋貨幣がたまたまその旅館に宿泊していた日本鉄道の重役の勧めで販売しました。握り飯2個とたくあんを竹の皮に包んだもので値段は5銭でした。当時うな丼が10銭だったと言われ、 お手頃とは言えない価格だったようですね。その後も駅弁は鉄道の歴史とともに発展していきました。1889年、明治22年、姫路駅で現代にも続く折り詰め弁当スタイルで幕の内弁当の駅弁が登場しました。また、1889年には静岡駅で駅弁とともにお茶も販売されるようになったようです。 そして現代でも人気の高い駅弁としてね、横浜京葉県のシウマイ弁当、群馬小木野屋の峠の釜飯、富山源のマスノス群馬高崎弁当のだるま弁当、そして北海道安倍弁当のイカ飯などがあります。そして今日最後にね、ご紹介するね、日なんですが、今日ね、やぶ入りになってるんですよね。 昔商店に奉公している人や嫁入りした娘が休みをもらって家に帰った日なんです。この日と1月の16日だけ実家に帰ることが許されていたということでね。まあ今ではね、こういったやぶ入り、まああまりに風習としてはね、多くは残っていないと思いますけれども、それでもね、一部のね、やはり伝統的な仕事をなさっている方っていうのはこのやぶ入りっていう制度、 まだ使われているようですね。この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では。